デレク・アッサモアは、ガーナークラ出身の元同国代表サッカー選手。ハーリンゲー・ボロ FC 所属。いとこのロイド・オースもサッカー選手。ノーサンプトンタウンのトライアルを受け、自身初のプロ契約を結ぶ。その保護条件のオファーを断りマンスフィールドタウンに移籍。しかし監督のカールトン・パーマーと不仲になり厳しいシーズンを過ごす。一リストに掲載され。 リンカーンシティに移籍する。リンカーンシティではなかなか得点できずに苦しみ、チェスターシティへ期限付き移籍する。チェスターシティではシーズン前半に4試合で7得点を記録する活躍を見せた。2006年7月、ドンカスター・ローバーズとスカンソープ・ユナイテッドのトライアルを受けるが、8月3日、シュルーズベリータウンと契約したことが発表された。シュルーズベリでは10得点を記録し、 チームはリーグ戦のないながらフットボールリーグにプレーオフ決勝まで進んだ。2007年8月、チームを通さず無断でフランスリーグアンのニースと契約。シュールズベリー監督のケリー・ピーターズは利己的な選手で利己的な人物だと非難した。結局、ニースではトップチームでの出場機会はなかった。2009年、スコットランドのハミルトンアカデミカルに移籍。 セルティック戦でデビューを果たす。同年8月、ブルガリアのロコモティフ・ソフィアに移籍。はじめは、怪我に悩むが、すぐに、スタメンの地位を獲得するチャンスを得る。2010年11月、韓国、K リーグの保護スティーラースに3年契約で移籍。2011年3月5日の上南一和戦で、公式戦初先発すると、13日の全南ドラゴンズ戦で、 初ゴールを決めた。2013年2月20日、テグ FC に移籍した。2014年10月21日、フットボールリーグにのカーライルユナイテッド FC に加入した。2006年10月、日本と韓国との親善試合に向けた代表メンバーに初招集される。2011年11月15日のカボン戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。